まもなくね、ちょっとコンテストをしようと思ってます。皆さんも参加できます。受信料踏み倒してる額の一番多い人に100万円ぐらい差し上げようかな。いや、いいでしょ。もちろんね、いや、うちまだ4000円とかね、1万円としてもいるから、そういう人たちにも当然チャンスがあります。飛び賞を設けますから、777番の人は、まあ、77万7千円とか、100番の人には10万円とか、まあ、皆さんが NHK 党に私は受信料を踏み倒してるぞっていう申告をしていただきながら、どれだけの受信料が NHK がね、あの債権持ってるか、我々調査費で出していきますから、皆さんと一緒に NHK 潰していくには、皆さんと一体としてやっていかなきゃいけない。だから受信料を不払いしてる、踏み倒してることは正義であるっていうことを示していくわけですよ。僕ね、こんなアイデア死ぬほど出てきますから、これ実際やりますから。ありがとうございます。だって不安に感じるでしょ、受信料払わないでやってたら不安に感じるから、あの多くの人が実は同じように受信料を踏み倒してるっていうことを、これもネットを使って皆さんに発信していきます。 NHK をベックワー。